はいどうも、皆さんこんにちは、モッティです。ポケモンオメガルビーアルファイアのシングルレーティングシーズン10。いやー、2週間ぶりですね。スプラトゥーンやりすぎて全くポケモンを触っていなかった、少々不安なんですが、まあその間に、エルフーンをまた再びシングル仕様に戻してやってきました。運ゲはさせません。それだけです。ただのエルフーンです。食べ残しに持たせてムーンフォヤドミガアンコールね。まああとは特に何も変えてません。あ、危ない。ドサイドン先生に直球を持たせたんで、マリルに手ぶらで行くところだった。危ない危ないさあ、ガブがいなくなったことによって、まあそういう運ゲーポケモンとかにはだいぶ強くなったと思うんですが、ただね、逆に言うとそのガブリアスを見て今まで出てきてたポケモンっていうのは出てこなくなるんで、まあそこら辺がちょっと噛み合うかどうか難しいところですね。はい、やっていきましょう。あ、こんなレート高かったっけ ?1697 もあったっけ。はい、対戦お願いします。ダブルフラット、ダブルバトルは僕ね超苦手なんですよね。レベ1ココドラ、マジ？そういうのから出てきちゃう感じですか。レベ1ココドラか。まあ、レベ1ココドラ出てこないでしょうね、おそらくね。まあ、ヘラクロス見てるし、まあ、エルフン見てるし、まあ、出てこないでしょう。ってこと考えると、まあ、でもちゃんとケアはしとかないですよね。ヘラクレスはいいね。ヘラクレス、ドランだな。あ、間違えた。もうそれでいいんじゃないかな。で、これで辛いポケモンが、ウォッシュロトムが、メガヘラで、満タンで攻撃できないとだいぶ辛い。多少そうか。でも、アローがより出てきやすくなったってことですよね、今ね。マリルリにする？ドランの受け皿を。いやでも、ナットいるしな。まあこうだな。対戦お願いします。どうしましょうかね。ちょっとこう、パーティーバランス的に若干、苦しいところは。まあでも、このパーティーだったら今までとそんな変わんない？ファイアロー、ファイアロー、ファイアロー。まあでしょうな。まあでしょうな。まあここはさすがに引きますか。引いて、鬼火は飛んでこないだろうかな。ブレイブバードブッパー。まあ、ブレイブバードブッパーか、まあ、トンボ帰りかな。ハチマキもありそうですね。普通にアタッカーでしょ。うん。で、ウォッシュロトムかな。ハチマキっぽいよね。玉じゃないから、ハチマキかな突っ張ってもよかったね全然そこらへん。ココドラー、やべえの出てきた、マジで。後手ココドラ考えてないよ、これ。ココドラマンか。ココドラマンか。うわー、これ、どうすかな。いや、ステロ、いや、ガムシャラだろうな。いや、ガムシャラだろうな。なんか、放射かなんか打たせて、ガムシャラで、みたいな、感じじゃない？いやー、いやー、これは、爽快って感じですよね。がむしゃらに頑張る。やばい。こっから削れないから、向こうは。なので、6ブラでいいよね。引っ込めて、誰？ガルーラ。ガルーラいるんだね。
でもここで、ロクブラがしっかり入れば、別に問題ないな。うん。大丈夫、大丈夫。はい。さあ、ロクブラが、ブワー負けた。あー、マジそこさ、出てよー。いやー、あれですか、スプラトゥーンに行ってたから、お前にはもう勝たせないみたいな、うんたらかんたら。いやーね。今のはでも6ブラしかないですからね。しゃあないですよね。グロパーン。どっち、グロパン恩返しかグロパン捨てにかによるんですけど。いや、マジな、今の当たってたらさ、グロパン捨てにだったら落としてるんですけど。っていう、そういう感じになるんですけど。マジかよー。どうしよう。うわぁ。トリルかな。恩返し。恩返しだったら耐える。耐える耐える耐える。よし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 。で、どうしようかなって感じですよね。恩返しか。今いくつ食らったこれ。10いくつだと思うんだよ、多分。20。うん。200食らってないはずなんで、猫玉であれぐらいだから確か。160ぐらいでしょ。110、160。あ、結構、ぴょんぴょんしちゃった方がいい系？で、アローでブレバで。どうしよっか。ぴょんぴょんする？ぴょんぴょん。いや、ぴょんぴょんだと思う。これはぴょんぴょんだと思う。ぴょんぴょん信じる。後続を信じる。苦しいかな。一回ここで回復して、残っちゃえばまあ勝ちなんですけど、ちょっとそこが何とも言い難い部分ではあったんで、一回ここで戻しますと。で、まあ相手は不意打ちしか打ってこれないだろうから、こうミサイル針、6ブラで落ちるよね。6ブラで落ちるんだが、だがしかし、アローマ見ている。アローも見ている。一回これで引くか。引いて、ココドラクッションにして、で、アローを出して、ドラン出して、あ、よし、勝った。よし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 。読めてる読めてる読めてる。オッケー、いいよ。で、今、トリル、ぴょんぴょん、6ブラだから、あと2ターンある。よし、勝った。よーし、危ねえ、マジで。ココドラー。で、ここは、もう安定ね。ド安定技で、ド安定技でいきます。種が、はい。うわー、危ねえ。よかった。相手のプレミに助けられた。がむしゃらに、頑張る君に。で、何？木の実ジュース？木の実ジュースだね。はい。すーん。で、不意打ちがあるんだな。ってことは、この立ち回り方だと。不意打ち自身で負けじゃ。あー、そういう感じ？そういう負け筋？あーはー。あーはー。あはは。不意打ち。不意打たれて、不意打ちかわしたところで向こう先手になるから、どっちにしろだから、もう不意打ちがないことにかけるしかない。はい。はい。あるよねー。じゃあ自信がないことにかけるしかない？不意打ち、グロパン恩返し、不意打ち。ああ、もう完全に6ブラのせい。完全に6ブラのせいでした。はい。対戦ありがとうございました。ああ、完全に6ブラのせいです。もうそれ以外ないですね。本当に。10% で負けました。はい。わあ、今日運がない日なんだ、これ。まったか。またかよ。
また収録日恒例の、あ、ちなみにですね、ちょっと今回から、ちょっと結構ね、ポケモンこのレーティングの動画、要望がすごく多くて、なんか、人動画2000にしてくださいっていう要望が結構来てて、いや、ずっと断ってたんですよ。いや、だって、内容なくなるよっていうのと、すごい頻度落ちるよってすごい言ってたんですけど、対戦お願いします。試しに、1週間ぐらい、1日2000にしますよ。なんで僕1日2000にしなかった、人動画2000にしなかったかっていうと、今みたいな動画が、悪いわけだよ。ボツになってる動画、今みたいな動画なんですよ、要は。要はね。マンダナットレー、クレセドラン、アローゲンガ、流行パって感じだね。そう、だから、そういうさ、動画見せると中身なくなって、それこそ面白くないんじゃないかなっていう気を使ってやってたんですけど、まあでも、とりあえずは、やりますか。一週間ぐらい。で、まあ反応見てまた戻すみたいな感じにします？これもなんかあれだな、クレセドランヘラだな。マリルイの方がいいかな。マンダの方が出てきやすいっちゃ出てきやすいっすよね。これゲンガーかマンダかどっちかな。どっちも出てくるんですよね。二大メガ進化俺のパーティーに突っ張ってくるポケモンの両方なんですよね。そうか、ナットはだから、マリルイで処理、あ、だドランで処理するから、だってこっちか、じゃあそしたら。はい、対戦お願いしまーす。まあね、勝ち動画の方がやっぱ見てて楽しくないですよ。なんか、いや、なんか、うまく噛み合って負けるとかいう試合は、多分今までも何回か挙げてるんですけど、今みたいなすごい運ゲーで負け、みたいな。ね。メガヘラで自信打ちたかったわ、マジで。完全にメガヘラの自信のターンでしょ。あ、うわー、直帰。弾ゲンガー。叩き落とす。よし。オッケー。急所。無打球ショ、はい。さあ、やってみましょう。弾弦か。ってことは、マンダ普通にいるのな。アロー。ファイアロー。ここはでも、ファイアロー出てきたってことは、もうブレバ打ちますよの意思表示だよね。でしょうね。って考えると、裏ラス1は、マンダって、っていう選択肢でいいと思うから、まあ、ここはこうでいいかな。うん。よかったね。結果的にヘラじゃなくてよかったですね。この並びはうまいなぁ。ブレバー、はい。この並びはメガゲンだと思うね。相手のね、その並び方で結構ゲンガーに対して何するかどうか決めるんですけど。さあ、ラス一体何でしょうねっていうところで、まあ、多分、マンダだと思うんだ。ゲンガーアローだから、ここ一回引っ込めるの確定で、ゲンガーアローなんで、まあ、クレセナットっていう線もあるよね。クレセナットっていう線もある。何が一番入るんだろう。マンダはラスカが一番入るよね。で、放射どうしようかな。ラス、まあ、ラスカかな？引っ込める、マンダだと思うんですよ、多分。マンダ、はいはいはい。OK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 。よし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 。これはだいぶ、いい感じじゃないかな、って思うけど。ラスカ、ドン、うぅ、削れる。メガネラスカ、こんなに入るんだ。でだよね。で、ここ悩みどころだな。捨て身で持ってかれちゃ、自信打たれるのが一番辛い。マンダ、自信跳ね休めどっちが辛いか。跳ね休めされる。跳ね休め、交換されて跳ね休めされたら、まあトリックルームでひっくり返せばいい。
身代わりされたら、身代わりはされない。なんか地震撃たれて、ドラン落とされてクレセ投げられてからの羽休めが多分一番負け筋だから、ここはクレセエリア。はい。かな。さあ何が出るかな、何が出るかな。まず3マンダでしょう、おそらく。おそらくね。おし、オッケー。で、地震すかしましたよと。で、まあ、トリルでいいでしょ。で、ここは引っ込めてからの、はいはいはい。アファイアローを、で、トリックルームして、これさ、ファイアローに対してさ、悪ジェってどれぐらい入るのこれ。これ結構微妙なラインじゃないですかこれ。これでも最近にでもいいか。いや、すいません、先制撃たれるから、三日月の前の方がいいですね。まあ、ブレバでしょ。トンボじゃないでしょ、さすがに。まあ、トンボだとしたら5つ目ダメージ入るんで、あ、オッケーかな。これは、まあもちろん全然耐えますし、反動も入ってくれるし、勝ったかな。いけたんじゃないかな。で、オッケー、反動で半分ぐらいまで入って、まあここまで入ればさすがにというところでしょう。よいしょ。ぴょんぴょんぴょん。いいね。すんなり、決まりましたね。はい。したら、まあ、マリルイでいいのか。威嚇入れられちゃうこと考えて、いや、マリルイでいいな。そうだな。変なこと考えるのやめよう。マリルイでいい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。どうせ悪事悪事で落とせる。悪事悪事で落ちて、どうせ最後ブレバで、大丈夫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 。大丈夫、大丈夫。あ、引かなかった。よっしゃ、これは勝ちましたね。対戦ありがとうございました。よーし。どうですか？ちょっとじゃあこんな感じで、ちょっと1本の動画に2本分ポケモン。まあまあまあ、試合によってはさ、長引いちゃったりすると15分くらいの試合だとすると、滝登りで落ちるよね。大丈夫だよね。ね、ね。1試合になることも多くあると思うんですけど。まあこんな感じでスカッシュマッチ2本ぐらいやるんだったら、まあ2本分にしていこうかなと思います。はい。まあ動画時間、まあ20分ギリギリ超えない程度でね、他の動画もいっぱいありますからね。まあぜひともポケモン動画だけ見るんじゃなくてね、まあよかったらスプラトゥーンもパズマリも、まあたまーに上げるスマブラとかそれ以外の動画もよかったら見てやってください。はい。あ、よかったらついでにね、ツイッターのねフォローもよろしくお願いします。はい。ということでありがとうございました。また明日の18時にポケモン動画でお会いしましょう。以上モッティでした。